こんばんは、たすまるです。たすまるチャンネルでこういう形の動画が上がるのって、まあ、初めてなんじゃないかなと思うんですけど、今回は僕の音楽活動で最近いろいろあったので、僕の話せる範囲で、ファンの皆様に、話したいというか、まあ、話さないといけないことがあるので、まあ、その話を今日はさせていただこうと思って動画を回してます。僕のバンドの、ルージュの巣ファーストワンマンライブレッドケージボリューム1、ライブ中止、そしてルージュの巣、無期限活動休止、お騒がせしてしまい本当に申し訳ありませんでした。いろんな方々から連絡があって、どうしたのっていうか、もういきなり発表があって、まあびっくり。僕のファンの方々や、ルージュの新しく知ってくださったファンの方々、びっくりしたと思うので、僕の言える範囲で何があったのかと、そして今後のタスマルの活動についても、話せていけたらなと思ってます。まずなんですけど、ライブのことについていきなり中止になってしまって、本当にたくさんのどうしちゃったんだろうとか心配してくださって、皆さんいろんな方に言われたのが、メンバーの仲がすごい悪くなったのかとか、あとチケットの枚数が満たなくてライブができなくなっちゃったのとか、そういうコメントとか DM をいただいたんですけども、本当にそういうことは全くなくて、メンバーの中も悪くなってないですし、普通にチケットの枚数も少ないからできなかったとかいうわけでもないです。はい。じゃあ何があったんだっていうことなんですけども、具体的に何があったっていうことは、本当僕の口から全部言うことが、まあ、できない。僕たちもライブは本当に僕たちメンバーはやりたい、いろんなことが起きて、それでも僕たちは、ライブはどうしてもやろうという意見で、ライブ配信もチケットを売るために毎週金曜日ルージュの日っていうのを作ってやっていたんですが、いろんなことが起きて、もうライブはこの現状では開催することが不可能だという、ことが起きました。正直言うと、まあたくさん起こって、結果、まあその最終的な決定打になるものがあり、もうこの現状ではライブを開催できる、現状ではないという、僕たちの意思で中止したかったわけではなく、もう確実に、できないっていう判断になって、できなくなった後もチケットの返金が遅れたりとかしてしまって、本当にファンの方々にはご迷惑をかけてしまい本当に申し訳ありませんでした。バンド活動休止、ルージュの巣バンド活動無期限休止のことについてなんですが、個人的な話になってしまうんですけども、少し話させていただくと、約1年前にですね、自分のバンドを活動休止いたしまして、11年間、本当苦難を共にしてきたボーカルと、ずっと一緒にやってきたベーシストとの3ピースのバンドを、ベースとは本当3つ目のバンドだったんですけど、そのバンドがずっと一緒にリズム隊として一緒にやってきて、バンドを、活動を休止しまして、約1年前に。でその時にもう僕はもう、このバンドでないんだったらもう音楽をやっている意味がないのかなと思い、本当、音楽の道を離れて、その時から自分の、今やっていることである英語系 TikToker クリエイターとして半年間、活動しておりました。で正直言うと、もう音楽はもうやらなくてもいいかなというか、もうやめようかなというふうに実は思っていました。まあそのバンドが僕にとって、まあ本当に人生というか、まあそのバンドが本当一番僕の人生で時間を過ごしたバンドでありメンバーだったので、もう本当家族みたいな存在だったので、もうこのバンドができないのであれば、まあ音楽をする意味がないのかなという
気持ちになって、自分の、クリエイターとしての未来もあるのかなと思って、そうですね、そういうのに、チャレンジして、そんな中ですね、本当いろんな先輩とか後輩のバンドマンとか、いろんな、よくしてくださっている方々に、身内からもまた音楽にチャレンジしてほしいという意見があり、とあるユニットの方々のドラムをサポートして、ドラムサポートしている中でまた音楽をしたいという気持ちが芽生えて、いろんな方々からお声をおかけいただいてたんですが、その中からルージュの巣を、始めることにしました。最後にしようっていう気持ちで、今回ルージュの巣ではリーダー兼 SNS プロデュースしておりました。いろんな出来事があり、先ほどもお伝えした通り、ライブの中止もあり、現4人、現メンバーで今後、活動していくのは、不可能だという現状では、できないメンバーに、活動を休止したいという意思を、伝えました。僕から伝えさせていただいて、今回、活動を休止することに、なりました。もう昔から応援してくれてるファンの方々からすると、1年前にバンド活動を休止して、半年間ずっと音楽の道から離れ、また音楽を目指すって言った僕が半年後にまた活動を休止するっていうのは、本当にどうしちゃったのかなっていう、大丈夫ですかっていう DM を何件かいただいて、僕自身正直言ってまだ整理がついてない部分もあるんですけども、現状では、このまま活動することができないメンバーには伝えさせていただいて、こういう結果になりました。なので、本当ファンの方々に、心配と、関係者の方々にご迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ありませんでした。今後の、タスマルの活動について、最後に少しお話しさせていただきたいなと思っているんですが、最近なんですけど、僕はいろんなコンテンツを出させていただいてて、音楽とはかけ離れたコンテンツを、最近は投稿してるんですけども、いろんな方々から、タスクどうしたんだと、大丈夫かっていうことを、言われているんですけども、僕にとって今やっていることは僕のゴールの 通過点でしかなくて、今後は僕のコンテンツも音楽に寄せたコンテンツや、タスマルでいろんなことを、タスマルチャンネルでいろんなことをやっていこうっていうプランはしています。11月から今月から少しずつドラム、自分はドラマーなんですけど、ドラムを叩くようなドラムを、やるコンテンツとか、そういうのを、増やしていく予定です。ファンの方々を何回もこういう形で、本当に心配とか迷惑かけてしまって、どうしたんだろうっていう思いをした方々たくさんいると思うんですけども、僕は、また必ずタスマルミュージシャンとしてのタスマル、いや、本当タスクとして、ドラマータスクとして必ずまた戻ってきます。この動画でそれを約束します。だから必ずまた僕がステージに戻って、ドラムを叩きます。このタスマルの活動はそれの通過点であり、もちろん皆さんに楽しんでいただけるようなエンタメのコンテンツも作り続けてはいくんですが、僕のゴールはそこではなく、ドラマータスクとしてまた皆さんの前に、輝けるように、これからは、努力していくつもりです。待っていただけたらいいなっていう言い方はあれなんですけども、僕がそこは努力して皆さんに伝えていくので、僕の SNS を通じて皆さんにドラマータスクとしての姿も見せていくので、それは、見ていてもらえれば嬉しいです。全バンドから応援してくれているファンの方々、そしてルージュの
素を、活動していく中で、TikTok や YouTube で知ってくださった新規のファンの皆様、このような、本当結果になってしまい、本当に申し訳ありませんでした。ルージュの巣を通じて僕を知ってくださった方々や、半年間ルージュの巣を、全力で応援してくれてた方々もいます。本当にその方々には本当出会って見つけていただいて本当に感謝しかないし、本当に半年間だったんですけども、応援してくださって本当にありがとうございます。そしてルージュの巣の他のメンバーの活動もどうか応援していただけると嬉しいです。本当に今回はお騒がせしてしまい本当に申し訳ありませんでした。長い動画になったんですけど、本当見てくださった皆さん本当にありがとうございます。